届きました。ラジオネーム、ユッキーさんです。どうも、ユッキーさん。はい。聞いてるかな？かっこよきで、このお便りが読まれることはあるのでしょうか？ ありました！ 4 年後でしたけど。4年後にありましたね。すみませんね。最近、学校のクラスの方で、席替えをしたのですが、なんと隣の席の男子、男の子が、歌プリを知っていました。あまりにもびっくりしてしまい、その日の授業は手につかず、どちらかといえば真面目な私もその男の子とのおしゃべりに夢中になってしまいました。もう卒業しているんでしょうね。そのことをうまくいってるといいな。どうでしょうね。言っててほしいな。そうですね。もう学生じゃないんだろうな。水木さんもいただいておりました。はい。歌プリの、声真似をやっています。おっと今できるのが、音や、トキや、レン、カミュ、レイジ、ランマル、セシル、ショウです。なるほど。マサトと愛ができません。うん。マサトの声のコストがないでしょうかというね。もやもやしたメールを送ったんでしょうけど、あ、答えが来るかも、来ませんでした、4年間。ねえ。コツってなんだろうね。あと、女性だしな。そうですね。どうやったらコツを。そうですね。むしろ聞いてみたいですね。そうですね。みんなのができるとで。できるってことですか、ね、いや、でもさ、トキアとかができるなら、マサトもできそうなもんだけどね。俺もそう思いますね。うん。なんでできないんだろう。なんでできないんでしょうか。低いのかな。どうなんでしょう、ね。でも、愛ができないっつってんだよ。なん周波数の関係なん、てか、そうなってくると、いよいよもって、あれですか、マサトとアイは、声が周波数とか高さ変えれば、似るってことですか、ね、そういうことかな。そういうことなんでしょうか。違うだろ、それ。